どうも、ハルです。ということでですね。投げちゃった。ということで、ゲットいたしました。こちらですね。ヘブンレルムストーン。これが、銅石って呼ばれるやつです。はい。この虫みたいなね、やつを倒したら、見事、2個ドロップしました。はい、結構ね、裏でやってきますって言ってから結構早めに出たので、よかったです。ということで、なんか流れで、こいつは倒してますけど、よし。ということで、これを、使ってポータルを開いていこうかと思います。それでは、レッツゴー。よし。で、ここのブロックに、まあ、このレルムストーンを右クリックすれば、多分ポータルが開くはずということで、やっていきましょう。いきます。せーの、ほい。ということで、優雅な音楽が流れたところでね、みんなに聞こえたかな今の、わかんないけど。ということで、ポータルが開きました。それではちょっと準備して、これ多分ヘブンっていうから天国の世界っていうイメージかな。ちょっと別ディメンションに、初めての別ディメンションにちょっと行ってみようかなと思います。じゃあまず準備を整えようと。ほい。あ、で、それ、本拠点も作んなきゃ。で、このバナーめっちゃ溜まるんですけど、これ。まあいいや、ちょっとここ閉まって、レルムストーンはまあとりあえずなんかこの辺にしまっておきの、よいしょよいしょよいしょと、このウィンドルーンもなんかいまいちわかんないんだよな。これ何使うんだろう。ほい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 で、ほい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 、あ、で、これもせっかくだから持ってこう。このペタングも、通称ペタング、持っていこう。で、こんなもんかな、じゃあ。よっしゃ、こんなもんで、よっしゃ、別ディメンション行ってみたいと思います。ほいほいほいと。さあ、それでは、緊張の一瞬。もしかしたらね、出たところになんか敵がいて、それでも、積むとか普通にあるからね。それでは、行ってみたいと思います。ちょっとせっかくだからなんか、視点変えてちょっと、決めよう。それでは、行くぜ。別ディメンションへ。そんなかっこよくなかった。なんかかっこよくしようと思ったけど、そんなかっこよくなんなかった。お、なんかここの視点いいね。なんか、自分のところに光が集まる。もういい。早く行こう。行きまーす。地形情報ダウンロード中。落ちるなよ。おー、来たー。ここが、天国、かな？わからん。ちょっと待って。まあ、とりあえずちょっとここに、ウェイポウッド置いて、ポッ。よし。それでは探索していきま、あー、戻っちった。ほい。ほい。よし。それでは探索していきましょう。とりあえずこの辺、もう本当はこの世界来たはいいけど、この世界で何をすればいいのかとか全く俺分かってないので、あ、ちょっとカクつくな。まあ、それはまあ、まあまあまあ許容範囲か。まあまあ普通に、オアスポのチャーリーの世界とかと比べたら全然だからね。うん。あ、この辺のちょっと木とかもちょっと掘ってみよっか。特有の鉱石とかあんのかな？ちょっとよく分かんないですけど、その辺。あ、この辺は普通の多くの原木なんだ。なるほどなるほど。ちょっとなんか敵とかも、あー、ちょっとこの辺の土とかも掘ってみようか。紫色ヘブンダート。なるほどね。なるほどなるほど。なんか目おかしくなりそう。目がおかしくなりそうなんだけど。わー、でもなんか左下見る限りめっちゃいるな敵。お、早速なんか来た。早速なんか来たけど、何かっていうのを確認する前にめっちゃ攻撃してくるから、殺さざるを得ない。よし、ざっとこんなもんかな。待って、割と体力きついんですけど。あー、ちょっと待って、意外ときついな。ちょっと待って、意外敵が強い。敵が強い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 。なんかいろいろ集めてる。ヘブンジェム、これ何作るんだろう。うわ、なんかすげえ跳ねてる。なのこれ。まあ、いや、ちょっとこれヘブンジェム見てみますか。あ、でも特に何が作れるとかはないのか。なるほどなるほど。それちょっと、あー、なんかいろいろいるな。この辺は、あ、攻撃できるやつではないのか。はいはいはい。なんかダンジョンとかあんのかな。これその辺は本当わかんないんだけど。あ、いた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 。葉っぱ壊しても特に何もなしと。まあ、適当に敵を倒していきますか。うん、とりあえずは。いてててて、やばいや、死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬ死ぬ死ぬがな。飯食おう。うんま。よし。地下とか掘ってみる。あ、これ丸石かな。待って、この辺鉱石じゃね。この辺なんか鉱石臭いな。掘っていきますか。これだ。お、
クリスタライトストーン。おお、これ、ああ、いいね、いいね。なんか強そう、強そう、強そう。あ、しかもジェイドと組み合わせることによって、あれだ、防具できるわ。よし、これ後で作ろう。これぜひ、後で作っておきたい。いいね、いいね。オッケーオッケーオッケー。この辺は普通の丸石的なあれ？これは、ヘブンストーン。なるほど。これでなんかツールとかも作れたりするのかな？ちょっとよくわかんないんだけど、ちょっと待って、ここどうやって帰ろう。ちょっと、一回戻ろう。いいね、いいね。これはいいものゲットしたった。どうやって下降りよう、これ。下に降りれないんですが、それは。どうやって下降りようかな。こうやって、なんかこっちからこう、いい感じに。どうやって下降りよう。あそこ、あっちから回るしかないのかな。だるいな。まあいいや、回ろう。で、エーテルもっと思い出すな、これ、エーテル。懐かしい。でも、エーテルよりなんかまがまがしいな。ほいほいほいと。お、すげえ、たくさんある、このクリスタライト。これをやっぱ入手することが、このディメンションの目的なのかな？わかんないけど。ほいほいほいと。まあまあまあ、こんだけ集めればね、まあ無限増殖できるんで。まあいいや、もう。もういいです。わ、敵いる敵いる。怖い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 。よーし、オッケー。これは何に使えるんだろうな、このヘブンジェム。これも気になるところではあるが。あれ、基本的に鉱石はあれだね、このクリスタライトってやつしかないのかな。うわー、来た来た来た。いた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 。よし。待って。新しい銅石ゲットした。あ、なるほど。こうやって別ディメンションに行って、新たな、いた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 、もう俺に実況させてくれ。俺に、いたいたいた。いや、落ちる落ちる落ちる。俺に、なるほど。こうやって、新しいディメンションに行って、お、なんかサンズみたいなのいた。新しいディメンションに行って、そこで、新たなレルムストーン銅石をゲットして、それでもどん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 、もう、すげえすげえすげえな、ふわふわする、ふわふわする。よし。これで、新しいレルムストーンゲットして、それで、やれと。待って、すげえなんか、重力が、こいつの仕業か。お前、あ、待って、あ、待って、エンチャント切れちゃった。これシフトをしながらミークエックするとどうやらエンチャントされるらしくて。あ、待って、これ、あ、ちょっと、あ、ちょっと、やばいな、ちょっと、これやばいな、これやばいな、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。よし、ヒヒ。すっ、よし、逃れた。お前、俺に、お前にとって俺は天敵だったようだな。は。うわ、サンズ。よし。はい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 。まあ、こんなもんかな、このディメンションは。ちょっとあいつ倒してえな、くるくるしたやつ。こいつのせいで、こいつ。マジうぜ。よーし、倒した。オッケー。あ、つらい、痛い、痛い、つらい、つらい、つらい。つらみ。つらみ。よーし、あぶね。セーフ。でも、こんなもんかな、この世界は。まだもっといろいろあんのかな、ちょっとよくわかんないですけど。まあ、いいか、とりあえずは帰ってみますか。なんか。うん、ぶっちゃけこの世界来たはいいもの、この世界に何をすればいいのかいまいちわかんない。お、これはなんかダンジョン的な。これは木か、ただの。これただの木だね。うん、帰ろう。帰ろう。危ない、ここは。よし、帰ってきた。でよ。で、ここに新しいレルムストーンがあるんで、これを使ってまた、新しい世界を開くっていうことなのかな？多分そういう流れなのかな、この AOA は。よし、とりあえず、ちょっとこの、クリスタライトっていうやつをゲットしたので、ちょっとこれでちょっと防具作っていこうかな。おい。あれ、あと本拠点どうするよって話ね。で、これってあれ、一回使うとなくなる系のやつか。ってことは多分だよ。あそこのポータルに、このレルムストーン使うと上書きされちゃって、さっき使ったのが無駄になっちゃうから、ちょっと新しく、またポータルを作ろう。うん。まあいいや、それは後でやるとして、とりあえずは、本拠点先作ろっかな。ちょっと狭くなってきた。本拠点作るか。よし、ということで62個まで増やしました。それでは、ちょっとこれでね、防具作っていこうかと思います。よいしょ。まあ、作り方、ちょっと1個ずつ作っていこう。ジェイドを、こうして、こう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 で、こう、こう、こうと、できた。この、ウトピアンチェストプレート。よし。で、足はなるほど、四隅に、はい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 、はいはいはいと、よし、OK。で、頭はなるほど。はいはいの、間違えた。はいの、はいと。よし。で、足は、はいはいの、はいはいと。よーし、これで意識できました。それでは、ちょっと着ていこうかなと思います。
さっきからこのグワーって音何なんだろう。このグワーって音はすげえ気になるんだけどな。まあ、いや、よしゃ、これ脱いで。ジャキン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 。おー、待って、え、何このクリスマスカラー。なんかちょうどいいんですけど。え、あ、待って、待って、ちょっと、やばい。おー、なんか、え、なんか全然予想と違う。なんか思ったよりおしゃれ。後ろからも見てみる、これ。後ろから、はい、これ後ろ。このマントのせいで全然見えねえけど。いや、でもすげえ、なるほどなるほど、これはかっこいいな。へえ、なるほどね。でも強そう。防御力は見えないからちょっとよくわかんないけど、多分おそらくこれよりも強いんじゃないかな、なんか雰囲気的に。だって雰囲気的、見た目強いもんな、これ。うん、よし、せっかくだからちょっとこれの武器もちょっと作っていこうか。まあ多分使わないけど、使わないけど、まあ一応見ておきたい。これね、クリスタライトソード、攻撃力プラス18っていう、とんでもない。ちょっと見た目見ていこうか。おー、なるほどなるほど。あー、普通にこういう感じね。あ、かっこいいかっこいいかっこいい。なるほどなるほど。まあ、こういう感じですよと。まあ、一応なんか、このダークリパルサーがなんかぶっ壊れた時とか用に、ちょっと一応持っておこうか。よし、それでは。ご視聴ありがとうございました。アイコンをタップ、またはクリックでチャンネル登録お願いします。まあ、皆さんはね、多分優しいからしてくれるとは思うんですが、万が一してくれない人がいたら、その人が不幸になるように祈っておきます。はい。ツイッターもやってるんで、よかったらフォローお願いします。暇な方はこちらのおすすめ動画も見てくれると嬉しいです。それではまた次回、さらば。